トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。JST 留学ホームステイ担当のワニベです。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回お話しすることは、今実現できる留学ということで、海外留学ホームステイの最新情報をお届けいたします。今日お話しすることは、留学生の動向、今実際に JST からも出発している国について、受け入れ先学校の現地の最新情報、最後に今後のアドバイスについてお話ししたいと思います。まず、留学生の動向なんですけれども、現状、例えば大学とか高校とか、グループでホームステイに行ったりとか、団体で行くグループ留学っていうのは、まだちょっと、出発される方がいないですね。なかなか難しい状況になっています。ただ、個人留学は出発されている方、増えてきました。実際に JST でもいらっしゃいます。待てない方、例えば休学届のタイミングがもうちょっと待てないっていう方とか、またあと進学について、また就活について、いろいろ忙しい方とか、行き先を変更して第一希望の国ではなく今行けれる国、方面に留学先を変える方もいらっしゃいます。あと、もう本当にね、これは残念としか言わないんですけれども、志半ばで、またいつか行けれる時が来るまでっていうふうに夢を断念される方、大半の方が延期されてる方が多いんですけれども、やっぱり第一希望の国で行きたいから、もう少しコロナ禍が終わるまで、収束するまで待つよっていう方も大勢いらっしゃいます。具体的に出発できている国、皆さんが出発している国についてお話ししたいと思います。まずアメリカなんですけれども、アメリカは本当に対面授業を再開する学校が増えてきました。なので、いくつかというよりも、結構アメリカはですね、対面授業を再開しているところあります。ただ、大学付属の研修機関、大学のエクステンションプログラムっていうのは、まだまだ大半がオンラインの授業をやっているところが多いです。が、最近ぼつぼつですけど、5月の終わりとか6月から対面授業を再開する予定ですよっていうアナウンスをしてくださるエクステンションプログラム、大学付属のプログラムも増えてきましたので、もう少ししたら、チョイスも増えてくるんじゃないかなというふうに思います。あと、カナダはですね、ITA って言いまして、短期滞在、観光ビザで行かれる方はまだ渡航ができませんが、ビザを取得して、学生ビザを取得して行かれる長期留学の方たちは出発することができます。留学実現されている方いらっしゃいます。あと、イギリスも4月の中旬より対面授業を再開しますという正式な連絡が来ましたので、こちらもやっと来たかということで、イギリス、イングランド、ウェールズ、スコットランド、この3つですね、イギリス留学またロックダウン終わったんでということで、準備を再開されている方増えてきました。受け入れ先の状況についても最新情報をお届けします。これはね、今でも必須なんですけど、PCR 検査、陰性の検査の提示は必要です。出発72時間前に受けて英文で準備する。あと、感染拡大を非常に意識した学習環境を学校側は整備してくれます。各政府、各州ごとに、いろいろルールが違ったり、ソーシャルディスタンスの距離とかね、違ったりとかするんですけれども、しっかりそういったガイドラインに徹底した学習環境を整備してくれているので、留学先に関しては、対面授業を行っている学校に関しては、心配ないです。あと、通常期よりも、非常に一クラスの人数が少ないので、あと、多くなる場合は教室の数増やしたりとか、というふうに工夫をして授業をしたり、またさらに授業の開始時間をずらしたりとかして、密になるタイミングを意図的に外して、各学校を工夫して授業を実施してくれています。皆さん、これ質問よく受けるんですけど、私のホームステイ先、私がコロナかもしれないっていうふうに不安になりませんかねってよく質問で受けるんですけれども、心配ないです。そういった事情もすべて理解してくれた方が手を挙げて、ホストファミリーとして皆さんを引き受けてくれます。
プラス学校側もご高齢の方のホストファミリーとかは、今回は遠慮して、さらに基礎疾患があるホストファミリーとかもしっかりこうチェックをして、皆さんが安心して滞在できるホストファミリーを今まで以上に慎重に厳選してくれてますので、こちらも心配はないです。あと、ワクチンの接種率は日本よりも進んでいますので、こちらも特にイギリスなんかはすごいスピードで進んでいるというふうに聞きます。アメリカもそうですけれども、気休めではないんですけれども、日本よりも進んでいるので、今後、感染数も減ってくるのではないかなというふうに僕も思います。到着後の隔離に関して、これすごく皆さんびっくりすると思うんですけど、アメリカはですね、なんと翌日から登校可能な州もあります。ただ州によってルールが異なるので、そうじゃないところもあったりとかするんですが、具体的にはオハイオ州なんかはもうPCR 検査の陰性の証明があれば翌日から学校に来てもいいというふうに、もうそういうルールになってますので、時間をロスすることなく、隔離期間なくですね、もう次の日から学校で実力テストを受けて授業に参加することができます。カナダについては、2点3点年明けあったんですけれども、今現状のルールは政府が指定したホテルに3泊宿泊で、この3泊というのはもちろん費用は実費、お客様で自己負担することになります。値段的にすごく高いホテルが多かったんですけど、最近は一泊比較的リーズナブルなホテル、リーズナブルというか普通そこそこするホテルなんですけど、から有名なホテルまでいろいろチョイスができるようになっておりますので、この辺は年明けいきなりこの政府指定ホテル宿泊必要だっていう時はものすごくびっくりしたんですけど、今はだいたい予算に合わせてホテルを予約させていただくという形、プラス滞在先、学生寮とかホームステイとかでの11泊の隔離が必要になります。なのでトータル2週間カナダは隔離が必要になります。イギリスもですね、厳しいルールがまだあるんですけど、検査キットの購入プラス10日間の隔離の期間が必要です。検査キットっていうのは値段にして210ポンドなので、だいたい日本円で3万円ぐらいするんですけど、結構ね、金額的にはするんですけれども、それを購入して定期的に検査をしてレポートするということ、プラス10日間の隔離ですので、ね、アメリカの登校次から大丈夫だよっていうのに比べれば、このカナダの指定ホテル3泊滞在、11泊と同じぐらい、最初の出だしは順応しないといけないっていうのがあります。今後のアドバイス、実際に行ける国が出てきてますので、個人留学方、夢を諦めることができない方、皆さんそうだと思うんですけれども、行けれる国にシフトしていってもいいんじゃないかなというふうに思います。なので本当はニュージーランドに行きたいな、本当はオーストラリアがいいんだけれどもっていう方は、今行ける国アメリカ、カナダ、イギリスに関しても考えてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。あと渡航前、渡航後の規制というのはこれ流動的なんで、今私がお話したことは今日時点での情報なんですけれども、厳しくならないで緩和してくるとすごくいいんですけれども、我々もいつも毎朝チェックしてるんですけれども、流動的なのでこれはもう本当に注意してチェックしていくしかないと思います。また新しい情報、ネガティブな情報もポジティブな情報も皆さんにアップデートされ次第お届けしたいなというふうに思います。あとこれ当たり前なんですけど、よく質問でコロナにかかってしまった場合、病院とかって大丈夫なんですかって質問を受けるんですが、しっかりした内容のコロナにも対応できる海外留学保険に加入していくことがものすごく大事ですね。必要になってきます。学校側も保険に加入しているかどうかっていうのをこれまで以上に聞いてきますので、これはもう確実に保険に加入していただくことが鉄則ですね。で、先ほども申し上げましたけれども、やっぱり海外留学は、普通の一般的な海外旅行とは違って、やっぱり皆さんいろいろこれまで積み重ねてきた努力の実現、というか確認に行くようなものです。だから諦められない方がほとんどなんですけれども、優先順位をね、どうしてもこの国に行きたいっていうのを変えて、個人留学として今行けれる国で、かつ、ロケーションとかもしっかりこう我々が協力いたしますので、ぜひ留学相談にいらしてください。なかなか夢は諦められないと思います。私もこういう非常にコロナの、期間が長いので、まだ出発できてない方と密にコミュニケーションを取ってるんですけれども、皆さん本当に
いつ終わるんでしょうかっていうふうにね、聞いていただくことが多いんですけれども、僕も本当に、早く終わってほしいなというふうに思うんですが、ただまあ、光がないわけではないので、チャンスはありますので、今できるところ、行けれるところでお話をさせていただきたいなというふうに思います。今回の映像が役に立ったなっていうふうに思われた方は、ぜひいいねボタン、高評価お願いします。また、チャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。これからも海外留学ホームステイについて、有益な情報をお届けしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。